平野賞、旧ジャニーズ退所後、初の TVCM で角田秋広と共演。キンプリ時代よりも顔が輝いて見えるのは気のせいだろうか。元キングプリンスのメンバーであり、ナンバーアンダーラインアイ、ナンバーアイの一員である平野賞、二十七27が、旧ジャニーズ事務所、スマイルアップ。退所後初めてのテレビ CM に出演することが決定した新 CM では、 お笑いトリオ東京03の角田秋弘50と共演し、爽やかな口当たりの緑人ソーダを PR する、ナンバーアンダーライン愛としてのデビューから間もない平野翔が、サントリーの人気ブランドを背負っての CM 出演となった発表会では、レージュ色のシックなスーツで登場し、自身のポスターを自画自賛するなど、彼らしいユーモア溢れる場面も見られた新 CM では、 カクター・との軽妙なやりとりが展開される、平野が意図生成し、とつぶやくシーンもあり、彼の魅力が存分に引き出されている。また、平野は30歳に向けての、すがすがしい決意をアピールし、笑顔を振りまいていた。ファンからは、平野の新たな一歩に対する祝福の声が多く寄せられている。彼の活動に期待する声や、CM 商品に対する熱い指示も相次いでいる。 平野翔くん、おめでとう。テレビから消えた後も、数々のランキングで上位、地上波の露出がないにかかわらず、LV にはパートナーシップ、YSL にはアジアンアンバサダーを依頼され、彼に関する売り上げ、影響力の高さは言うまでもない。市場拡大のための起用とのことですが、彼ならばファンだけでなく一般層の興味をも引き、商品は飛ぶように売れるでしょう。私もたくさん買います。 テレビで会えるのが楽しみです。キンプリ時代よりも顔が輝いて見えるのは気のせいだろうか。旧ジャニーズという縛りがなくなり自分の意志で思うように活動できているので、それが表に出ているのでしょう。本来平野さんはパフォーマンスにしても能力が高く才能あふれる人でしたが、それが個人となり、その良さがダイレクトに立ていると感じます。 キンプリ時代のファンも引き続き平野さんを見守り応援していますし、活動にも勢いが出るはずです。CM の商品もヒットすること間違いでしょう。やっぱり平野翔賞はすごい。不思議だけど彼の CM 商品は売り場に行くと買ってしまう。ブランド品はとても手が出ないけど、リップイは買いたいと思う。こんなにすがすがしいまっすぐな人は珍しい。平野翔賞のテレビ CM 出演は、 彼の個性や魅力を存分に発揮したものとなっている、旧ジャニーズ退所後も、彼の活躍は止まることなく、ますますファンの期待が高まるばかりだ。CM のオンエアが始まるのを心待ちにし、彼の活動のさらなる展開に期待が膨らむ。